はいどうも VIP です、やってきました VIP です、よろしくお願いします。 VIP ですということでですね、本日なんですけども、まあサムネ見てもらったら分かる通り S ランク 30% かける10引いていきます。はい、かける10、めちゃめちゃテンション上がってます。はい、かける10引いていきます。こちらですね、もうね残り1日ということで、もう明日には期限が切れるんでね、もうね引きましょう。もう最終のポジション追加も終わったので、終わったというかね、この期限までのポジション追加もおそらく来ないので、こちら引いていきます。でその前になんですけど、ちょっとオープニングでも見てもらった、いや右上見てもらったら分かるんですけど、エナジー数が1504、なんでやと教えましょう。はい、こちらです、外国人OBです。あのですね、外国人OBね、昨日ですね生放送で僕ね、このクロマティ選手引いたんですよ。あの10連で引くというね、昨日負けたら引くっていうね生放送またやったんですけど、18連勝したんですよね。まあ、18連勝したんですけど、まあもうあの視聴者にね、もうサービスという形で、はい、30連引かせていただきました。うん、で10連目でクロマティ出るというね奇跡の引きをしたので、ただね A ランクが僕全然いないんですよ。ほんで限界突破コーチもあんまり使いたくないので、で外国人オーダーでリアタイやってみたっていうのも今後やりたいので、あのゴメス選手とか残しときたいんですよ。ゴメス選手も超3なんで今で、イデホ選手も持ってるけど限界突破できないでしょう。なのでちょっとねこの選手たちの A ランクが欲しいということで、外国人 OB を引こうかなと。であわよくばペタジーニの S も欲しいなということで、自チームヤクルトで外国人 OB 引いてから S ランク 10%、まあ、ゴールド契約書もろもろ引いていきたいと思いますんで、もう今日はねガチャ盛りだくさんの回となってます。はい、ガチャ&契約書開封動画になってますんで、よかったら最後まで楽しんでいってください。ではいきます。はい、じゃあヤクルトに変えてきました。ちょっとノーストップで喋って、今ちょっと息途切れそうになって、マジで今死にそうになった、ほんまに危なかった。じゃあいきます、10連目。はい、あわよくばペタジーに出てほしい。 A ランクの外国人選手は 30%、 あ 20% か。まあ 20% 渋いけどな、なかなか 20% 引いていくってのもありやけど、しかも 20% のうちの20分の12分の5ぐらいか、 A ランク欲しい選手。まあ、ブライアントも持ってるからね、ちなみに僕 S ランク。わあ、副投手こういうとこで 20% 引いていこう、大事よ大事よ。今日のガチャはね、あのスキップあんまりしない、なぜかというと A ランクの外国人選手を引くことがほぼメインだから。はい、なんでやねん。はい、じゃあ20連目ですね。 A ランクの外国人選手出たらめちゃめちゃ喜びますよ、 S ランクが出た時のように。さあお願いします。いやーマジか、まあ S ランク出てほしいんやで、実を言うとね。しかも中島選手の A ランクでもいいよ、中島選手超3なんで今お願いします。中島選手の S ランクやったらもう即限界突破できます、お願いします。笑え笑えよ。ちょっとさ、外国人 OB さ全然 S ランク出ないんですけど、このガチャ昨日から思っててんけど、来い。マジで来い。ドラゴンズ出すぎ。はい、じゃあ30連目ですね。おかしいな、 S ランクも来ないぞ、レッツゴー。いやちなみにさ、60連引いてんねんから S1 枚は引こな、頼むで、そこは分かってるよね動画として。え、マジ頼む、お願い、2強そう、あれおかしいな。まあただ A ランクの外国人選手そのために引いてるからね、ちなみに。うわやばい、取り払ってきた、来い。いやーちょっと待って、この後の 30% かける10が心配やな。40連目。うわ、レッツゴー、ちょマジかこれ。いやー早いな、弾浮くぞ、そんなリリース早いと弾浮くぞ、指に引っかかってないな弾が。いやーやっぱ確定がないガチャって。あ、坂本勇人選手のシリーズ2の写真もしかして、あれ、あペタジーニ小2、小2か。それでも横尾選手、坂本選手のシリーズ2の画像これか。はい、じゃあ50連目です。うわーマジか、レッツゴー、レッツゴー、怒りのレッツゴーですね今の、かっこ怒りのレッツゴーって書いてるんですよ、お願いします。よっしゃ、よし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 、30%よ。ペタジーニ出ろ、ペタジーニ、もうペタジーニ出たらもう限界突破コーチ使おうかな。いやどうしよう、迷う。それはファーストはブラゼルで確定してるんで今。さあお願いします、来い。あ、福投手出すぎじゃない、そんな出る、俺チョキ出すよ、福投手パーしてるから。あ、そんなどうでもいいけど、さあ来い。うわあ、え、うわ持ってる、シリーズ2持ってる。あ、まあいいか、限界突破できるからいいか、オッケーオッケー。いやー 30% 引かんか、マジか。 20%、 わー、うわもう待って、ペタジーに引かなあかんくなってきた、これ調査ペタジーに引かなあかん状況になってる今、マジか。じゃあラストですね、来い来い。
よし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 、来いペタジーニ、神回来い、神回来い、2枚引け、2枚引け、レッツゴー、2枚引け、2枚引け、ここレインボー行くぞ、レインボー行くぞ、上がってきた、上がってきた、調子上がってきた、レインボー来い、レインボー来い、うわー、あー、お出た、いやーけどこれ1枚かな、どうやろ、なんか2枚引きの可能性はね、この前ね、ちょっとね、コナミさん、あ、まあいいや、これはちょっといいや、いきます、さあ来い、来い、来い、よし、さじ、なんでやろ、なんで昨日引いたやん、30%、サード選手なんかちょっと使ってほしいっていう声が結構あるんですけどね、うわー、え、これ自チームの A ランク確定じゃないよね、違うよね、自チームじゃないよね、あ、自チームや、うわ、ミスった、うわ、盛大にミスり散らかしたんすけど、うわ、クロマ、いやけどこれ赤はクロマティにしてたらクロマティの S が出る可能性もあったからな、うわ、ちゃうわ、クロマティで引けばよかったんか、うわ、はい、ということでですね、もういいです、はい、ちょっともうキリがないわもうキリがないから多分ハマりそうやってやめときます、もう外国人 OB も最悪、あれやー、そっか、ちょっと減らしてきます、はい、じゃあまずゴールド契約書10連いこうかな、うん、多分10連分あるでしょ、狙いはね、もう中島選手の S ランク、はい、おは中島選手の A ランクです、うんもう中島選手の A ランクは多分俺もう期限前ぐらいから言ってるよね、いきます、さあ来い、まあ S ランク 10% ね、あの無課金の方は見てもらいましたか、無課金の方はね S ランクは確か6枚ぐらい出たんかな、10分の6ぐらい出てたんで、おい大丈夫か、大丈夫か、おし来い、割れろ、おいマジか、来い、 A ランク中島、あー、まあ、A ランクの中島選手っては許すよ全て、来い、うわー、堀江選手かカニエ投手って言いそうになった、また堀江投手、さあ来い、大丈夫、うわ引く、うわマジか、まあ A ランク3枚 OK ですね、うん、で残りのゴールド契約書とあと 10% もあるんで、もう 10% も引いちゃいましょう、これもうね、ちょっと契約書も綺麗にリセットしましょう今回、はい、リセットか、契約書全部なくしましょう、まあ 10% 引くかもしれんからね、これあるよ、全然あるよ、ちょお願いします、中島選手の A ランク、はい、うーん、はいはい、これは 10% 拾ったのかな、どうなのかな、いや楽しいな、契約書開封は、あ、中田選手、中田選手これで挑戦ですね、中田選手ね、もしかしたらタイトルホルダーで何か来る可能性も、めっちゃエラン来るやん、さあラストですね、お願いします、さあ、うわ、三馬投手は持ってないか、シリーズ2当たったんか前、うわ、まあまあ OK、 あ、ゴールドか、あ、ゴールド拾ったんや、なるほどね、はい、じゃあ S ランク 30%×10 いきましょうか、もしかしたら結果次第でミキサーもあるけどね、今回どうやら分からんけど、いきます、さあ運命の 10枚ですよ、さあお願いします、何枚出るかお願いします、いや結構楽しみにしてたんでね、いや、ちょっと待てよ、大丈夫大丈夫、あれあれ、ちょっと待って、怪しいよ、怪しい、うわ、怪しい怪しい、あれ嘘、あ、あ、あ、これやったくない、これやったやつよね、多分配信者として美味しいやつ、これうん、はい、あ、来た来た来た、あー、もうや、オッケーオッケー、安心、とりあえず1枚は出た、はいはいはい、はい、2枚目、うわー、坂口選手、坂口選手来た、3枚目、あ、来た、わーわーわー、沢村選手、4枚目、はいはい、5枚目、ラスト、あー、まあ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 いいんじゃない、まあ3枚かけど、狙いは引けなかったけど、まあ坂口選手引けた、俺が高弾道にしてほしい、坂口選手、オッケーオッケー、はい、じゃあね、ちょっとね、ミキサー行きましょう、このままでは終わりません、中島選手の S ランク出るまで終わりません、いやそれはない、嘘です、ごめんなさい、すいません、ということで、沢村選手ね、ちょっとね、ロッテで出た時に2体作りというか、巨人の沢村選手、ロッテの沢村選手残しとこうかなと思ってるんで、うわー、沢田選手どうしようかな、ちょっとミキサーします、で岡本選手は圧縮で、で松山選手ちょっと行きたいと思います、これで、はい、どんな感じか行きます、さあお願いします、中島選手ね、はい、中島選手出してほしい、お願いします、 S ランク中島選手、やばい緊張してきた、めっちゃ出るかな、マジで緊張してる、やばい、お願いします、中島選手、やい、うわ、神引きやねんけどな、うわマジか、いやちょっと待てよ、まだいけるぞ、まだいける、オースティン、もうイデホ行くわ、イデホ行くわ、オースティン、イデホ、
これ山岡投手いっかな、これ山岡投手いこう。エルドレッド、やっぱちょっと菅野選手の A ランクいっぱい持ってるから、菅野選手でも圧縮かけよう。 OK、 これラストね。はい、これラストでいきます。お願いします。さあ頼む、もうラストですよ、動画のラストですよ。いいオチ期待してます。はい、オチが良ければ全てよし。はい、これ VIP の名言です、格言です。お願いします。さあラストを飾るのは誰だ。お願いします。いや帰ってきた、いや帰ってきてもない。